870m のところになると、うん、なんかもうだいぶ緩やかな感じになってきました、ね、そうですね、ここが850なので、870になるとだいぶ緩やかになりますね、うん、傾斜がこう緩くなる。でこの緩くなる傾斜が隣の尾根のこの辺とちょっと近くないですか、14度ぐらい、これ隣の尾根のこの上のてっぺんのこの緩いところとこれちょっとこう似てますよね、うん、ってことはだいたい隣の尾根がだいたい10度ぐらいの傾斜だったと思うんですよ、さっき分かった、はい、この傾斜が、あ、こうか、はい、この傾斜がだいたい10度ぐらいだったと思うんですけど、このだいたい10度ぐらいに近いぐらいの傾斜、だいたい見た目あのぐらいの、はい、ほぼ平らに近いような傾斜の始まるところですね、170m、はい、そこを目指したいと思いますので、はい、じゃあそこまで行っていただいていいですか、はい、ここですって言ってください。800m の地点を目指しております。隣の尾根を見ながら、高さを、自分の位置に置き換えて、800m、標高100m。ここら辺ぐらいかな、この辺だと思うんですけど、ね。ここら辺ぐらいですか。今ちょっと隣の尾根、見えにくいんですけど、尾根の、形状ですね、尾根の形状をこう地図上から尾根の形状を見て、その隣の尾根の高さを自分の位置に置き換えて、大体標高 800m ぐらいの地点を今目指してきたんですよ、大体この辺ということで、はい、ではガーミン先生にお聞きしたいと思います。ガーミン先生よろしくお願いします。どうでしょうか。お願いします。今ですね、標高として810メーターぐらいなので、まあ、ほぼ合ってるんですけど、10メーターぐらい今高いところにはいます。さっきの差がそのままなんか、ただ向こうのね、もう木の高さっていうのがまあ仮説でやっているので、だいたい20メーターぐらいの木の高さをマイナスして計算しているんですけど、それがまあ15メーターだったりとか25メーターだったりとか、そういうところでも、ね、ちょっと高いかもね、確かに、うん、隣の尾根高く行っちゃってるかしらって感じあるね。隣の尾根ちょっと見えないですね、この映像には見えないですけど、うん、隣の尾根ちょっと800、意外といいところですね。810m、 10m っていうと、高さ 10m っていうと本当に見える範囲、すぐその辺の、まあ、木の高さぐらいの範囲なので十分だと思います。じゃあ次ですね、はい、次は 870m、ここは光城山の、今ツツジのコースです。桜から来るツツジが、少しもう花も終わりかけてるんですが、まだこの辺はちょっと綺麗にしておきます。
てた感じ？本当はちょっと一瞬急になるから。はい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 。あ、そんな気がする。まだまだ、まだまだ。うん。これが終わるとちょっと緩いや。ここはさ、角度高い。で、ここまだまだ。これ何度ぐらいですか、これ。ここは、もう傾斜。もう傾斜。このぐらいの傾斜ですけど。15度。ここ私ここで上がってるから。20度ぐらい。20度ぐらい。22度。20度ぐらいですね。約20度ぐらい。もうちょっと緩くなる。この半分ぐらいの傾斜になるとですね。生徒の皆さんは大体この辺だというですが、どうですか？ここら辺ぐらいですか？まあ、そんなもんかな。じゃあこのベンチにガーミン先生を置いてみたいと思います。見えるかな。今870m。 今ここで 870m。 すごい、すごい、ぴったりです。ここで 870m です。ちょっと回ってて、ちょうどもうなだらかになる。分かりやすいです。ここはね、一番分かりやすいですね。分かりやすいですね。ジョガーミン先生は 870m と言っております。皆さんも 870m と言っていました。ガーミン先生です。正解です。正解です。かなりの精度と思った人です。どうですか、一応こんな感じです。読む。結構楽しいでしょ。これオリエンテーションを通じて、大体こう感覚、今歩いた感覚、最初の感覚と全然違うじゃない。はい、この辺かなっていうのがなんか直感でこう。そう、なんとなくですけど。隣の尾根とかの その角度使ったりとか、そういうところでもするんだなっていう。そうですね、結構それでこう参考になって、はいはいはい、隣の尾根の高さでこうデコボコを見たら大体その高さが分かってきて、はいはい、で隣の尾根のあの高さのところに自分が来たら同じところにいるから、うん、同じ高さに置き換えて考えれば地図上でどこにいるかが分かると。そうするとあまりガーミン先生とか高度計とかも必要ないんですけど、どうですか、これガーミン先生は必要だと思いますか？でもやっぱ必要だと思います。はい、ありがとうございます。詳細あれば、まあ、地図読みは必要ないことはないんですけど、両方あったら正解が分かるから。そうですね、正解が分かるんで。地図読み、自分で正解かどうか分かんないですもんね。ただ登山をしてて、その、なんていうかな、その、自分の能力をこう高めていくためには地図とコンパスと地形を見ながら、いろんなこう情報を自分の中に入れながら分析しながらこういった方が能力が上がっていくので、常にこのガーミ先生を見ながら歩いてたら、いざという時には何もできない人になってしまうので、まあ地図読みもしながらもガーミ先生はリュックの隅っこの方に一応忍ばしとくっていうのが一番ベストだと思います。じゃあ頂上の方に行きます。はい、頂上の方に向かって歩いてます。もうあとはなだらかな感じ。あとはなだらかな感じ。ちょっと上りがキュッとこう上るというかね、はい、すごいですね。今日は北アルプスが一望できます。常念岳から、あと有明山、白馬の方、爺ヶ岳とか柴山行って、白馬山山が見えます。じゃあとりあえず槍本の地図を広げていただいて、地面に置いていただいて、で、まずこの地図を真北に合わせると。先ほどのようにコンパスで、真北に合わせてもらう。
かね。これで今地図が、真北に向いている状態ですね。で今現在地がわからない、例えばこう今現在地がわからない時に、じゃあどうやって現在地を測るかというと、今、あちらに常念岳、常念岳わかりますかね、あのこのちょうどあの木のあの方角なんですけど、常念岳があそこにあります。で有明山、有明山がちょっと見にくいですけど、そこにちょっと黒いあの富士山、有明富士と呼ばれて富士山のような形をした、ちょっとここから見にくいんで、ちょっと見ますかね、そこに。で地図上の、ここですね、常念岳と、有明山、常念岳と有明山に、次はですねこの方角、今自分がいるところからこの方角を、こうやって方角をこう合わせたら、そのまま地図上の常念岳のところに行くと、この延長線上、今この延長線上にいると、このどこかに。で次に、この延長線上ね、で次に、まあ、別のもので、有明山、この有明山の方角に向けてどーっとこう下ろしてきて、有明山の頂上に置くと、この線上にいると。そうするとこの2つの線をこう結んだ、大体 この辺かな、その線とその線との間、この大体この辺にいますよと、っていうのは分かりますね。2点分かれば、まあ、地図にちょっと出てないんですけど、光状態が出てないんですけど、大体この辺にいますよと、この線と有明山の常念のラインを結んだら、でこの延長線上には、常念だけがあって、こっちの延長線上には、有明山があるというような感じですね。でその線を結んだ延長線上、この辺にいるのではないかと、この辺にいるぞということが分かります。いう感じで現在地が分かります。これはもう有識者じゃないとこれはできないんですけど、その現在地を知る、逆に今現在地が分かっていて、あの山何かなって言ったら、この自分がいるところから 目標のところに合わせて自分のいる場所に置いて、その延長線上にある山が何かなっていうのが分かるとっていう感じで地図を見る。この辺ぐらいかな、はい、この線の交点、交点、はい、こういう感じだから、この辺ぐらい、うん、今ここにいるということです、うん、地図には出てない、はいはい、なるほど。それで現在地が分かると、はい、あとは自分がいる斜面が南側なのか東側なのかとかっていうことを、この太陽が今、まあ、南に、お昼ぐらいだとしたら、はい、まあ、南にあるんで、はい、大体こう向こうが南だとしたら、うん、こっち側の斜面にいれば北斜面に、北斜面、はい、そうすると地図上の北斜面側にいるんだなっていうのが分かるので、はい、まあ、そういうものもこう、はい、判断材料にしてどん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 こう自分の位置を絞っていくという感じです、はい、次に下山のルートで今の尾根のピークにいるんですが、ここからこういくつか尾根が、はい、こういうふうにも出てますよね。でその中の我々が下りたいのはこの尾根を下りたいので、まず北を合わせてどの尾根なのかというところをまずチェックしてみてください。こっちの方だ、こっちの方ですか、この尾根ですか、この尾根に下っていきたいので、はいはい、そのこっち方向に向かっているルートというかがどこにあるのかなんですが、うん、まあ、ちょっと探りに行ってみますか。弓跡があるんで、
この下に道がありますね。はい、この標識もありますね。方角的にはどうですか。方角的にはこっち方向。この方向で、はい。この方向で、うん、じゃあ行ってみますか。じゃあ次、目標ですね。さっきの780m。緩いところがきつくなる、急になるところのポイントですね。780m ポイントちょっと目指して、行ってみたいと思います。大体この辺ですか。この辺ですかね。大体この辺でよろしいですか。あ、まあ、5メーターぐらい下がった。じゃあガーミン先生に聞いてみましょう。650、今2メーターなんですけど、まあ下げるとまあ1メーターぐらいは下がる。650、まあこの大体この辺です。どうですか。大体感覚が、こう今度はこう目印とかあまりなくても、はい、今までのこう積み重ねが、はいはい、こう自分の中にこう感覚として、備わってきてるんで、まあそういうものが。ただこれも細かくやっていかないと、やっぱ100メーターとか50メーターぐらいの感覚でやっていかないと、途中でだんだんまた分からなくなって、まあこういうのをこう練習していくにつれて、自分の中でこう、地図読みというか、地形読みを心の中で読めるようになっていくと。でそのためにこのガーミン先生はこんな感じで使うと。なるほど。自分の感覚どうなのかな、ああ、オッケーオッケーみたいな、こう、ああ、ちょっとずれてるな、どこがずれてたのかなっていう感じで使っていけば、これもかなりこう、教育ツールというか、こう、自分をこう、磨くためのツールとして使えるんで、じゃあ駐車場に戻りたいと思いますので、じゃあ駐車場に戻ります。600メーター。